バンドカーズアリーナさんです。メルセデスマイバッハ、ド迫力です。上品、本当の金持ちがやることね。すごいですね。アンパングラス宝石見てるびっくりですね。これ何なんですか、これ心地いいこれ笑っちゃうの、笑っちゃうって変な言い方だけど、他にないならここに来い、車選び .com。 皆さんこんにちは。本日はここはどこだ、バンドカーズアリーナさんです。イエーイ。初めての場所、初めてでしょここ。そうですよね、うん、すごい声が響いて気持ちがいいですてか高そうな車ばっかりあるなここは。ですね、外車がいっぱい実はあっちにぐわーっと並んでおります。ああ、で本日は、本日はこちら、テレレテレレレレレ。何その効果音、何なんだそれ。違う、そっちのバッハかいってやってほしかった。あ、そっちのバッハ、あ、そうそうそう、そっちのバッハかい、はい、これで大丈夫ということで、はい、マイバッハです。マイバッハね。これいくらすんの。ノーマルでが大体ます、3000万。3000万ぐらいから、ほう、からから、からです。オプションをつければつけるだけもいっぱい豊富なメニューがあるんで、どん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 値段は上がります。これだってオリジナルじゃないよ。そうなんです、今日はカスタマイズしてある車ですね。まあ、ね、社名をまず言いましょう。社名は、今日の車はメルセデスマイバッハの GLS600 ですね。車選び .com、 車選び .com、 中古車なら車選び .com、 車選び .com でいい車を探そう。ベンツじゃないのかって話です、メルセデスの。ベンツでしょ。そう、あの、まあ、マイバッハっていうのはメルセデスのもう上の上の最高級品、ベンツよりも上のブランドですね。最高級ランク。そうですね。で、あの、まあ、昔その第二次世界大戦前とか、うん、そういう時代にはそのマイバッハっていうブランドで メルセデスベンツとは全くこう違う、うん、メルセデスよりさらにさらに上の車を作ってたこともあるし、うん、はい、あとは少し前ですね、もう、まあ、マイバッハっていうのはもうメルセデスベンツとは違うボディでさらに上の車を作ってた時代も、まあ90年代終わりぐらいかな、うん、ありました。で今は大体あのメルセデスベンツと同じボディを使ってそれをさらに上質に仕立ててるっていうのが、マイバッハの車作りですね。でそのオリジナルのマイバッハをよりカスタマイズしてるってことですか。そういうことです、はい。でこの今日 GLS っていうのはメルセデスベンツの最上級の SUV ですね、うん、一番上のポジションの SUV です、うん、まあ、それをマイバッハで仕立てたと。そうですよね、でかい。私なんか映像とかで見た時と、現物見た時の大きさの違いに結構びっくりしました、うん、もっと小さいのかと思ってて。あ、でかい。なんかテレビに出てくるタレントを見たらすごい大きくてびっくりしたみたいな。あ、そんな感じ、そんな感覚です。なんかすごい綺麗でびっくりしたみたいな。全長はね、もう 5.2m あるの。5.2、はい、でかいですね。で幅も2メーター超えです。もう堂々としたサイズ。このぐらいのやっぱ車格になると、もうほらアラブのセレブとかアメリカのセレブとか、そういう人たちが主なターゲットになるんで、とにかくでかいほど偉いみたいな世界ですね、はい。でもなんかド迫力ですけど上品ですよね。やっぱりなんか大きいんですけれど、うん、まあ、品はある、うん、だね、圧がないというか。圧がない、うん、なるほど。今日の車はそのカスタマイズされてて、でそのカスタマイズも実はその品の良さに通じてるのかもしれない、うん、っていうのは、例えばこの辺とかグリルとかキラキラなわけですよ、ノーマルは。この色は見たことない。そう、素敵で、あえてこうキラキラじゃなくて落ち着いたシルバーにしてると、うん、で実はボディカラー自体もノーマルじゃないんです、うん、ノーマルじゃないって変な言い方ですけど、いや見たことないもん。シルバーの車に、うん、ラッピングを施して、うん、マットにしてると。すごい素敵。だから落ち着きがあるし、であとラッピングを施してるのに加えて、うん、こうエンブレムとかこういう、うん、ラッピングができない部分に関しては塗装をしてると、うん、で全体としてものすごい統一感があるじゃないですか。かっこいいですよね。金かかってるね。金かかってるし、しかも派手じゃない。あ、そうそうそう、っていうのは本当の金持ちがやることですよ。品がある、品があるですね。ギラギラしすぎないですもんね、うん、でこのねフィルムはプロテクションも兼ねていたもので、通常のラッピングのフィルムよりもめちゃめちゃ厚いそうです、うん、はあ、すごい。じゃあ手が込んでる、うん、そうですね、うん、かっこいい、はあ、いやかっこいいよ。初めて見た、うん、マイバッハ、うん、この色は初めて見たな。このねエンブレム問題でさっき考えてたんですよ、なんで MM なの、うん、マイバッハなのに。そう、この特本みたいなちょっと
なんとかなんないかね。これはですね、レーダー、後ろにレーダーがついてるんですよね。で、標準だとあんまり目立たないんですけど、ちょっとシルバーだとこの色だと目立っちゃうかなっていう。もともとはだってこう黒だもんね。そうですね。ああ、そういうことか。うん、いやだけどかっこいいよ。タイヤ 22? 大きい。24ですね。24。はい、藤丸と比べてこの大きさです。藤丸のケツよりすごいな。いや全然大きい。タイヤ負けました。でかい。これそういうその姿勢だとタイヤの中に入れちゃいそうだね。全然入れるでしょ、これ。でかいな。で、ホイールはですね、変わってますこの車。いやホイール違うよ。単造の24インチ、うん、AG フォージドっていうブランドの SRX06 だそうですが、かっこいいですね。変わったデザインですね。かっこいいですね。これホイールだけで行けたら行くね。相当行くでしょうね。そのサイズで行く。このセンター、うん、センターこれ回転しないタイプですね。あのロールスロイスでオプションでね用意してるような。ここは動かないところですか、ね。そうどれだけ回ってもこの向きは変わらないっていう、そうなんだ。そうすごい。あ本当だ、うん、ちょっと揺れてて可愛い、すっごいいいじゃん。あとは車高も少し落としてます。2、3センチぐらい落ちてるよね、はい、落ちてますね。マイバッハといえば最近ピラーがねメッキのキラキラのやつが多いんですけどね。これ落ち着きがあります。こんなところにもマイバッハのマークが入ってる。あ、本当だ。わっ、何これ。これは貼ったのか。フィルム。あ、これはフィルムですね。うん、新ちゃんのままそのまま貼ったの、うん、そうですね。ここにもエンブレムが。かっこいいじゃん。かっこいい。いや、かっこいいわ。これは何、これクーラーボックス。これクーラーボックスじゃないですかね。なんか冷蔵庫ついてるって噂を聞きました、うん。マジか。でこの辺はレールがついてますね、うんうんうん、荷物がこうやって、うんうん、滑らないし横にずれないように、うん、あとは前後にはスライドできるように、はいはいはい、これ見てください。この辺まで革張ってあるって。本当だ。こんな車見たことありますか。上質。マジか。すごい世界ですね。これはすげえ。徹底されてますね、うん、後ろまで。これはすげえ。ウェイ。はあ、かわいい、うん。かっこいいじゃん。統一されててかっこいいですね、うん、スタイリッシュ。モノトーンの世界みたいですね。素敵、うん、ここもね、同じシルバーだ、うん、かっこいいじゃん。なんかちょっと丸み帯びててかわいい自体が、うん、エンブレムがついてます。 D ピラーにエンブレムがすごいたくさんついてる。たくさんついてますね。エンジンはこれ土屋さん、ほら足元今出てきた。したボードが。もう一回やりましょうか。すげえすげえすげえ、すげえ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 。この長さだ。開けるとこれが出てくる。このでかいステップが。いや大きい、うん、これはすげえ。でも結構幅ありますね。あるよ、ほら。かなり反対側。いやすげえな、これ。反対側も出る。わ、出てきた。だぜ。わ、すごい。結構寝るな。ファーストクラス。ファーストクラスだよ、これ。これすごい。4人なんですね。うん、このビッグサイズで。そうですね、スペシャルオプションの仕様ですね、これね。めっちゃ豪華だよ。わ、すごいな。モニターがついてて。ああ、これもしかして上開くんだ。開く。うわ、この辺のデザインとかもおしゃれなんですよ。ブックライトの綺麗ですよね。あと広くって。ああ、綺麗。わあ、わあ、冷蔵庫は冷蔵庫。冷蔵庫これでしょ、これ。わー、すごい。シャンパングラスがある。グラスが入ってる。これはすげえぜ。どういう世界。あ、ほら、これスイッチオンですね。あ、スイッチ。へえ。はあ、すげえ。なんかもっと開きそうですけどね。どうなんだろう。うん、あ、来た。わお、ここに冷やしとくんだよ。ボトルを入れて、うん、こで冷やして飲むと。実際に飲むかどうかわからないけど、うんうん、そうこういうのがついてるっていうポイントですね。おしゃれポイント。あ、開きました。すげえな。しかし開き方もゆっくりですが、本来は3列の車ですからね、うん、そうだよね。3列の車を2列化して2列目シートを後ろに寄せることで足元をこうね、広々と。これはまあ、リムジンですね、使い方としてはね、うん、いやあ、ドリンクホールで。めっちゃ広い。ここに、あ、いっぱいある。ここで温められるんじゃない。え、もしかして。これスイッチがついてますね。ついてる、うん、そう、ちょっとね、ごめんなさい、温めるか冷やすのかわからないけど、どっちかですね、うん、どっちかだよ、これ、うん、ここは冷えそう、こっちは温められそう、うんうん、
へえ、不思議。これはファーストクラスだよ。いや、これだったらもう東京大阪なんてもう楽ちん楽ちんですね。いや、そうですよね。楽ちん楽ちん。あと照明とかも面白いですよね。まあ、ルーフのところに、ね、間接照明が入ってますけど、はい、あとはこの横とか横から後ろにかけてもここにも入ってますね、うん、珍しい、ね、ドアもここに入ってるし、本当だ、うん、すごい。なんか中が割とシンプルだからこそ映えますね、うん、このブルーのライトが、うん、これそう、あれですね、足元はね、あのオットマンもついてますね、これね、動きます。これは快適だわ。足伸ばせます。伸ばせるね、まあ、全部ここで操作できる。ういーね、こういうところです。すごいすごい。あとヘッドレストとか柔らかくない？柔らかいよ。あ、本当だ、なんか薄いけど、うん、ちゃんと吸収されてる。最近ね、こういうヘッドレストはもう高級車の世界でトレンドになって、こんな柔らかいやつが。で、足元も柔らかい、ね、足元もふかふか。いや、めっちゃいいよこれ。そしてなんかクッションついてる、うん、もう寝れちゃいますね。それ抱えてる写真をもうアップしたらもうセレブの証だね。あ、インスタグラムでね、いっぱいなんか悪いコメントが来そうだ。本当に自分で買ったんですか？誰に運転してもらってるんですか？土屋さんですって言っちゃおう。いいじゃねえかよ。あ、これで今照明のあれになってますね、うん、あ、これカラー変えられる。ほら、うん、ほら、あ、本当だ。マリちゃん何色がいいの？私紫が好き。紫かい、この辺。おお、来た。いいじゃん。土屋さんカラーの緑、うん、この辺もうちょい緑。いいじゃん、いいじゃん、いい感じ。緑ね。このチャンネルで何度も話してるけど、ドイツ人はこういう遊びが好きらしい、うん、おしゃれ、うん、いや、いいよこれ。遊び心、うん、カラーも変えられるし、うん、シートも、あ、マッサージ付き、もちろん、うん、ここに横も変えてあげられるんだ、うん、あとね、高級車では、まあ、当然の話なんですけど、うん、ガラスが厚いんですよ。ガラスが厚い上に二重ガラスになってる。サンドイッチ真ん中にこうフィルム、遮音のフィルムを貼ったって、遮音性を高めてるガラスが入ってますね。じゃあ中は静かなんですか？確かに言われてみれば、うん、マジか、すごい。これがウィーン。前に乗んなくていいわこれ。後ろで、ずっと後ろでいいよ。そろそろ飽きましたか？後ろは飽きない、飽きない。いやいや、まあまあまあ前来てくださいよ。来た来た、ウィーン。あ、来た。世界のシャットアウト、自分だけの空間をここで作れますよ。いいじゃん、ちょっと、よいしょ。乗り降り楽だこれ。乗り降りいいですね、うん、はい、このステップめちゃいい。あ、私が今日は運転席だ。そりゃそうだよ。見てください、ペダル、ペダル、マイバッハだよ。マイバッハがついてます。なんかこういうの珍しくないですか？珍しいね。足元まで撮ってる、撮ってる。しっかりロゴが入ってて、すごい。いや、すげえ。わあ、わあ、よいしょっと。これはすげえ。うわあ、なんかギラギラ。意外になんかすごい色が見やすいな。赤と黄色で。運転席ってこんな世界なんですね。うん、確かに。このスイッチ使いやすいな。あ、わかりやすいですね。うん、そう。これ楽だよ。楽。変になんか意識使わないで刺さってできる。車すごいのは、うん、もうダッシュボードにレザーがあった、まあ、それはまあ今いいとして、まあ、このクラスだとね当然なんですけど、うんうん、このレザーもやっぱナッパレザーで肌触りがすごいいいですね、うん、ただ皮を張ってるっていうだけじゃなくて、うんうん、おそれからこの辺のね、このトリムのこれ素敵、うん、これはなんかこう高級クルーザー、楽譜、あ、なるほどね、楽譜みたい、五線譜ね。さすがバッハ。バッハ、そこじゃないから、まあ、クルーザーっぽい仕立てですね。いや、すげえすげえ。すごい、中もなんか上質な、うん、そう、なんでもかんでも豪華。あとはまあ、ここにもほら、アイバッハエンブレムがついてて、ね、本当だ、おしゃれ。すごいですね。か、圧倒されちゃうけど、なんかボタンとかこういうシステムは単純そうでありがたい。そう、使いやすいですね、うん、結構ね、オフロード走行用のプログラムも入ったりして、ね、うん、あのちゃんと、いや、使いやすいよ。オフローダーとしての一応機能も組み込まれてると、うん、まあ、これでオフロードガンガン行く人あんまりいないと思うやつだよね。いないね。あ、ここがライト変わる部分、うん、あ、そう、綺麗綺麗、綺麗、めちゃ綺麗、うん、すごい。このライトのデザインもなんかね、おしゃれ、宝石見てる気分。
おお、上品なつき方。あね、ふわーってゆっくり、すごい。じゃあエンジン見てみますか。エンジン見ようよ、これ V8？ これはですね、V8 ですね、はい、V8 ツインターボ。 V8 そうです、ターボです。そうだよね、エンジン見ようよ、はい、エンジン行きましょう、うん、あ、もう触るのがね、恐れ多い。お、赤だ。あ、もともとは赤なんだな。なるほど、もともと赤で、赤シルバーのラッピングしてんだ。開けたら赤もおしゃれだね、うん、でかい、でかい、ドン。あ、エンジンは何も見えないですね。何も見えない、何も見えないですね。でもさりげにこの辺がカーボンだ。カーボン。ちょっとびっくりしますね。カーボンだよ、ここら辺にも高級感が、もう綺麗に隠れてますね、うん、吸気がなんか面白いですね。ここから入って、うん、エンジンの中にこう左右分かれて入ってくる。この辺だね。この辺の水まで大丈夫で。水まで多分そうですね。水のこととかも考えてあると思います。へ、うん、そう。だから前から直接水が入らないように。そう。はあ。ちゃんと考えられてる。エンジンかけてみますか。え、どんな音がするのか。なんかでもこの赤見ると、その赤い車も見てみたくなるね。うん。おお。おお。火を吹いた。V8 の割に静かだ。ですね。うん。ジェントルな V8 ですね。ものすごい上質な V8 の音がしますね。びっくりはしない感じ。うん、はい。静か、うん、全部が上質なんですね、うん、では乗りに行きましょうかね。乗ろう、乗り行きましょう。この557馬力プラスモーター、はい。わー、工藤さん後部座席か、やった、すげー。車選び .com アンバサダー土屋圭司です。車選び .com の新しいアプリ、これで検索するといろいろサクサク出てきますので、毎日を楽しくね、これをインストールしてほしいなと思います。それではよろしく。愛車のお値段すぐ分かる車選び .com、4リッターの V8 ターボ、557馬力、うん、トルクが770ニュートン、700、まあキロで言ったら80キロぐらいですかね、うん、すごいトルクですね、うん、でそこにモーターが、22馬力、うん、250ニュートン、まあ、25.5キロのモーターがつくマイルドハイブリッドですね。で、急速 AT です、うん、トランスミッションは。はい、じゃあ行きましょう。この車って重さどれぐらいですか。重さ3トン弱。3トン、すごいですね。トラックじゃん。重いですね。重い、あの機械式立体駐車場とかも落ちる、落ちますね。そうですよね、うん、一軒家で、一軒家の、まあ、そもそもこのサイズが入る機械式立体ってなかなかないと思うんですよ、ね、ないない、一軒家ぐらいね、うん、そうですよね。これね、サスペンションが、うん、あの面白いのがついてて、うん、4輪それぞれ、うん、ダンパーの減衰とスプリングレートを個別で制御すると。マジで、そういうので前方にカメラがついてて、うん、そのカメラで路面を捉えて、うん、それで瞬時に判断してサスペンションを切り替える、調整すると、そんなすごいシステムがついてます。 E アクティブボディコントロールっていうらしいんですけど、はあ、そんなのがついてます、ね、あのなんかシルバーのプレートの真下みたいにあったやつ、ね、あれはまあレーダーなんで、うん、あ、また別のカメラがそうついてますね。でこの車は車高が 2センチから3センチくらい落としてるんですけど、うん、それはその、うん、あのアブソバとかそのダン、うん、バネとかは純正のやつを使って、別の部品でまあ車高の基準値を下げてると、うん、なので全部その機能は生かされてますね。これ車高落ちてる割に乗り心地いいよ。これめちゃめちゃいいじゃないですか。いいですね。これしかも言っときますけど、これスポーツモードですからね。え？あ、これスポーツモードですか？これいきなりスポーツモードで走り出しました。いや、めちゃいいよこれ。ちょっとびっくりですね。これ何なんですかこれ。乗り心地いい。これ笑っちゃうの、笑っちゃうっていう変な言い方だけど、すごいな。びっくり。スポーツモードですよ。うん。うわ。静粛性すごいですね。やっぱりね。外の音が入ってこない。全く入ってこないですね。うん、今車のカチカチ。敏感の音しか聞こえてない、うんうん、これ今あのアイドリングストップ状態に行ったんですけど、まあちょっとこれアイドリングさせてみましょうか。これで
かすかにバイクの音聞こえたぐらいですよ。あ、うん、まあ、今エンジンかかったんですけど、もうないも同然。へー、うん、マイバッハ3000万。うん、でも3000万、わかる、3000万だ。わ、うん、かる、わかるわ。ああ、これ都内とかいます？いるいる、いますね。います、結構いる、うん、もう六本木とか港区はいるいる、意外に走ってますね。すごい。俺なんかほら毎日ドンキに行くからさ、ドンキ毎日行くんですか？じゃあさ、ドンキまでの道でいますか？あの、いるいるいる、東京タワー方面みたいな。用事はないんだけどドンキに行くんで。まあでも行っちゃいますよね。わかります、わかります。すごいます。行き帰りで必ず1台はいるよ。へあ、やっぱスポーツモードだからちょっとあの段差があると少しコツコツきますかね、うんうん、いやでも後ろは気にならない、気にならない、うん、コンフォートは、はい、じゃあコンフォートいきますね、うん、コンフォートにしました。はい、はいはい、コンフォートいきます。おー、うん、あ、柔らかい、柔らかいですね、うん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 、車のこう揺れが増えましたね。揺れ増えましたね、うんうんうん、発車する時もふわってちょっと、うん、でも、うん、あの変な揺れじゃないです、うんうんうん、おー、なるほどね。さあちょっと曲がってみると、うん、ほう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 、へえ、いいんじゃないの、うん、いいですね。あ、眠くなるぜ。眠いですもん。快適すぎる。この前のモニターは何見れるんだろう。テレビとか。え、テレビ見れるんだ、うん、あ、テレビそ、あの、とかね、映像とか見れますね。本当だ。あとヘッドレストが、ヘッドレストね、うんうん、ヘッドフォンがそのドアのポケットに。そうなんです、見つけました、ヘッドフォン、うん、超かわいいですよ、ほら。本当だ、めちゃくちゃおしゃれ。あと、まあ、これがあればあの左右がね、違う音源を、音源っていうか映像を見てても、うんうん、それぞれ音が邪魔にならな いすごいいいですね、うん、右はアニメで左は洋画みたいな。あ、いいじゃん、うん、いいじゃん。わ、すごい、これ見つけちゃって、すごいすごい、まあ、いかに快適に過ごすかってことですからね、この車乗りやすいとは。いや、これは長距離楽だわ、うん、どこまででも乗れちゃいますよね。ああ、これはいい。エンジンもこうやってゆとりがありすぎて、うん、もう2000回転までで十分な加速ですからね、うん、なんか3トン感はないですね。なあ、3トン感はね。はい、じゃあ切り替えます。今マイバッハモードにしました。何が違う？マイバッハモードはもう快適だ、2列目の乗り心地を最優先するサスペンション制御になると。うーん、もう空とか飛んじゃうのかな。うん、もうそうですね、空飛ぶ絨毯状態ですね、うん、おお、うん、縦揺れがなくなった。うん、コンフォートよりこっちの方がいいね。うん、あ、そうですか、うん、もうじゃあ狙い通りですね、うん、後ろの感じは。そうですね、ちゃんと味付けが成功してますね。コンフォートはね、ストロークが出る、こうふわふわ、うんうんうん、こっちの方が本当、うん、落ち着く、平行に進んでいく感じ、うん、収まりがいいですね、入力の後の、うん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 、落ち着きます。はあ、いいじゃんこれ。にしても不安になるぐらい外の音が本当に聞こえない。うん。すごいですね、さすが。わ、すごいな。いや、いいわ。うわ、このクッションもね、うん、いいんですよ。いい、これあの3トンもあるのにブレーキちゃんと止まるのがすごい、うん、おっとっとみたいな感じにならずにちゃんとスーッと止まるのがさすがですね、うん、いや、あとなんかやっぱ内装のちょっとしたこう入ってるストライプとかもおしゃれ、うん、おしゃれで、うん、見てたくなっちゃう。おしゃれ、
わこうすごいこのスムーズに走る、うん、加速する感じとかね、まあ、加速めちゃくちゃスムーズ、いやトルクあるよこのエンジン、ね、すごいトルクですね。80キロですからね、うん、うん、でもこうグワッといかない感じがいいですね、うん踏んでねえからだよ。それはそう、ドライバーがドライバーの次第だからそれはもう、 そうか、あの乱暴なドライバーが踏んだらもうグイグイフーフーってなっちゃう、オラーってくるよ、オラーの人は絶対これに乗っちゃダメですちなみにホイールはこれ1本40万ぐらいするそうです。さっき聞いたら160万、はあ、160万ホイールだけで、うん、ホイールだけで、まあでもかっこよかったもんな、うん、いやかっこいいよ。今外側から見えてないけど、あの MM のマイバッハのロゴはずっと正面を向いてるんですよね。ああそう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 、ずっとあの正しい位置を保ったまま、なんかちょっとね揺れてて可愛いんですよ走行中、うん、ちょっとフラフラって。いやなんかアラブの石油王だよ、虎とか飼ってる人たちがね、うん、どこの国で人気なんですかね。まあ、一番はアメリカじゃないかな、うん、あやっぱ大きいし、うん、やっぱりそのプレミアム SUV のマーケットが、うん、そうですよね、一番大きいのはアメリカだと思うけど、まあ、あと中東とかもねもちろん、うんうん、それはそうだ、あるし、あとは多分戦争が始まる前だったらロシアとか、うん、もう意外とこういう好きだよねのが好きですね、うん、あとなんかそのこの車の紹介してる人が、うん、右ハンドルがない、うん、あ左ハンドルしかない、はいはい、右が欲しいって言ってて、右あるといいね、で結構コメント見たらそれに賛同してる方もいて、うんうんうん、右ハンがあったら嬉しいっていう声もちょっと多かったですね、うん、なるほど。そしたらもうちょっと人気、日本でも人気出るのかな。確かに日本で乗るのはやっぱり右ハンドルの方が、うん、そりゃそうだよやっぱりさ、ね、まあ、あとこれだけ大きいから安心感も右の方がありますよね。ある、ある全然ある、左側通行の国は、うん、すごいな、居心地いいわ。あとこの頭ふかふかなのが、うん、枕のようで気持ちいい、うん、さっきも柔らかいなと思ったけど、走行中の、まあ、あまりフラフラもないけど衝撃も吸収しながらいい枕だ残念なのはこのドリンクホルダーの位置だな、ちょっと遠いですね、これは遠いな、やっぱここにちょっと、うん、ここかここに欲しいな。いやもうみんなメインがこっちなんですよ、このシャンパンなんですよ、どうぞ多分ここでこう、こう中でね、うん、ついでこうやって本当に飲むのかな、うん、本当に飲みますか、酔うわな見てみたいな飲んでる光景すごい、これグラスもオリジナル、あ、本当だ、ロゴ入ってる、うん、そりゃそうだよ、わ、すっごい、うんうん、謎機能すげえ、まあ、よくこういう車とかね、すごい車だとこう冷蔵庫の中にシャンパンのボトルが何本入りますとか、うん、たまにありますけど、僕人生で一回も車の中でシャンパン飲んだことないよ、うないですよ普通よ、これ2本入りますよ、2本飛行機ならいいけどさ車はな飲む気になんねえないくら後部座席でも飲まないですよね、うん、まあでもそういうなんか夢があるのが、まあ、そういういつもそういう雰囲気を持ってるってことは大事なんでしょうね、うん、まあ、気持ちが上がりますからね、うんうん、まあ、らおもてなしとしてもシャンパンボトルに見せかけた炭酸のブドウジュースでもいいかもしれない、いいですね、いいかもね、うん、あーついちゃった、いいついちゃいました、夢は終わりです、快適だぜ、うわ3000万、しょうがない、納得度3000万、うん、素晴らしすぎる、はい、素晴らしい体験でした、すげえよ、お疲れ様でした、まあ、疲れてないですねきっとね、全く全然ですね、むしろなんかマッサージしてたので、はい、ずっと寝てたい、このまま大阪ぐらいまで行きましょうか、ね、あ全然行けちゃう、行けちゃう、はい、もう楽勝、何度でも寝れる他にないならここに来い、車選び .com、 もう文句のつけどころのないないよ、ないですね、でもうだって移動するんだったら、ええ、
何時間も移動できる。そうですね、うん、まあ、車自体がいいのもあるし、あとね、こうやってカスタマイズしても乗り心地とかすごい保たれてて、うん、なんかいいな、かっこいいしね。マリちゃんもそう思ったでしょ。思いましたけど、私はもうこの人生でこれが最後の機会なんじゃないかなって思う。お前が大女優になればいいんだよ頑張らないと。あと、まあ大女優になるか、もう一個はもうすごいお金持ってる人と結婚する、結婚するっていう手もあるから。絶対できないです弱音を吐くな。いや、でもどっちが簡単かっつったら、私は仕事頑張る方が簡単だと思います。おー、素晴らしい。頑張ります。よろしい、はい、その時はぜひ乗せてください。はい。いや、だけどさ、うん、これ麻薬済みでしょみたいですね。この車自体は実はね、もう買えないと同じこの車両個体自体は。ただこういうふうに、こういう車欲しい人はちゃんとカスタマイズ、ボンドカーズさんに来てお願いすると、この車両を見つけてこういうふうにして収めてくれることができると。ノーマルで乗ってる人がカスタマイズしたいなと思ったら来ればいいんだよ。そう、それも OK。 今手元にある車とか、うん、もしくはもう、まあ、他店で正直買った車とかもカスタマイズをお願いできるということなんで、うん、優しい、はい、ということなんで。普通は嫌がるよ。そうですよね、うん、まあ、ぜひね、こういうボンドカーズさんに来て、まあ、自分の納得の車をね、うん、探していただければなというふうに思います。マリーちゃんも買った時はぜひボンドカーズさんで、まあ、だけど買って。ベースが3000万からだからねまあそうですね、まあ、人を選びます、正直言って。ホイール1本40万だからね。人を選びます。全部で160万。ただそういう、ね、ことができる許された人はもうぜひ楽しんでほしいなと。それを楽しむ人もいますよね。伸びしろいっぱい、はい、ということで土屋さんもぜひこういうの。俺家の駐車場入んだよこれ、でかくて。うちの駐車場貸しますよ、2台分ある。でお前家の駐車場マジかということで、よかったらいいねを押してください。登録もお願いします。バイバイ。